待って、もうすぐやるみたいだから。さて、それでは最初のニュースは、今大人気のあのお騒がせ先生の不倫騒動です。見て、お父さんよ。あら、綺麗ね。お父さん、どうやってこんなこと仲良くなれたのかしら。不思議ね。
先輩、こんばんは。どうしたんですか？ぼーっとして。あ、そうでしたね。あ、ちょっと待っててくださいね。すみません。すみません、お待たせして。どうしたんですか？一人でうんうんとうなずいて。先輩っていつも何か黙って考え事してますよね。やっぱり頭がいい人っていろいろ考えてるんですね。そうですか？あの、おめでとうございます。市の小説の賞です。ほら、副賞を取ったじゃないですか。未来ちゃんが市役所に行った時、張り出されてるのを見たって。すごいですね。さ
すが先輩ですね。よう、作家先生のお出ましじゃないか。水くさい。どうして教えてくれなかったのよ。いや、同級生から芸術家が生まれるなんて、俺すげえ嬉しいよ。相変わらず透かしてるね。何言ってるんだよ、すごいじゃねえか。そういう時は素直に喜べばいいんだよ。先輩は昔から本をたくさん読んでましたからね。勉強もすごくできたし、先輩にとっては本当にこんなの大したことじゃないんですよね。そうか、俺はまともに一冊読み切ったことさえないよ。あんな文字だけの本の何が楽しいんだ。しかも読むどころか自分で書くだなんてさ、どんな頭の構造してるんだよ。そうは見えないけど、対馬って本当だったらここにいるのがおかしいくらい優秀な人間なんだからね。腐ってもエリートなのよ。ねえ、ここに来たこと心底後悔してるでしょう。自分は私たちみたいなのと同じ学校に通うような人間じゃないって内心で思ってるんじゃない。いくら学校クビになったからってさ、あの学校に入れたんならここよりもっといいとこ行けたはずなのに、どうしてここに来たのやら。そうかな。教えてくれなかったから拗ねてるんだよ。こうぐちぐち言われたくなければ今度からすぐに報告するんだな。そんなんじゃないけど。でもおめでとうね。見つけた時は本当にびっくりしたわ。へえ、じゃあそれでジェラシー感じてたわけだ。今はプライド高いからな。まあ副賞がそんなに嫌なら、一番を取れなかった残念会でもする？みんなで慰めてあげるよ。後輩の女の子に向けてかわいそうって。え、治ったの？預かり物って何ですか？チビがゲームを壊しちゃって電源が入らなくなったから、対馬に直してもらおうと思って預けてたんだよ。まあ、
松島っていいやつだよね。ありがとう、助かるな。龍さんも何か頼んでたんですか？人気のコンサートのチケットなんだけど、ネットじゃないと取れないって言うから取ってもらったんだ。もう、なんで二人ともそんなことを先輩に押し付けるんですか？いくら先輩が優しいからって、何から何まで。先輩には大事な勉強があるんですよ。いや、俺ネットで予約とかよくわかんねえからさ。アナ恐ろしや、制裁殿がお怒りですぞ。未来ちゃん、でも人生には回り道が必要だから、余計なこともした方がいいんだよ。特に対馬なんか誰よりも回り道が好きだから、来なくてもいいのにこんな学校にいるんだし。だから文句言わないの。ごめんね、でも頼りにしてるからね。経もいろいろあったが、まあいい経験として人生の肥やしになったじゃないか。ここでまた元のコースに戻るべきじゃないか。
ありがとうございます。学校生活も折り返しちゃったな。最初は本当に学校なんか通えるのかと思ってたけど、なんとかなるもんだね。対馬も言うね。まだ辞めそうだってことかな。でも残念ながら辞めないよ。うちのチビたちも大きくなってきて前より楽になったからね。だから学校出た後のことも具体的に考え始めないといけないな。特にないけど、漠然とどこかに就職するんだろうなって思ってたんだよね。でも最近は専門学校で資格取って手に職つけるのも悪くないかなって。中卒より選択肢が広がったのはいいけどさ、今までは選ぶ余地なんかなくて何でも決まっていたから考えることが多すぎて、あーもうめんどくさい。学校出たらお給料上げてくれるって言うし、このままでも不満はないんですけど、せっかくだし別の仕事を探してみてもいいかなって。そんな、私いろんなことなんて。でも先輩がそう言ってくれるなら自信になります。あなたこそどうするつもりなの？そうよ、選べることの多さだったら私らなんか比べ物にならないくらい多いじゃん。家でもたくさん勉強してるんだし、何かを決めてるんでしょ？お医者さんになるの？それとも小説家になるの？希望よ希望、どうしたいかって聞いてるの。やっぱり小説家先生？ははん、あんたも道を踏み外したせいでだいぶ我々のような下々の考え方に毒されちゃったみたいだね。きっと先輩ならどんな道を選んでもうまくいきます。いいんじゃないの、自由に生きるのも。いっそ就職も進学もしないで好き勝手に生きてみたら？そしたらあんたが見たこともないようなものをたくさん見ることができるぜ。例えばさ、お金を借りたままいなくなったのにしばらく経ったらまた現れて平気な顔でお金を借りようとする、脳みそが毛虫に食い荒らされてチーズみたいになってるとしか思えないバカな大人とかさ、他にもいろんなやつがいるんだぜ。未来ちゃんは何を見てきたの？この世には恐ろしいものがたくさんあるのさ。
人にはそれぞれふさわしい場所があるからね。あんたもどう思ってても結局自分の運命の場所に戻るのよ。私たちが他の世界に行けないみたいにね。かっこいいじゃないか。見直したぞ。学校のことなんか気にするな。些細な問題だ。いい機会だから自分の人生を見つめ直すといい。何かしたいことがあるなら、それにかけるのも人生だぞ。ああ、そうか。どこかで見たと思ったら、学校のやつか。学校が終わったんならさっさと帰れよ。お前みたいなやつが一人で夜の街をうろうろしてたって、
ろくなことにならねえからな。ごめん、待った。あなたは。じゃあな。金田じゃん、絡まれてたの？大丈夫ですか？何か言われたりしたんですか？ベースを弾くときに使うやつだよ。金田が落としていったのかな。確かにロックっぽい格好してるけど、でも楽器とかやってそうな感じじゃないけどな。違うみたい。八木原さんって方から知ってる？ケイも知らないのならお母さんが用件を聞いてあげようか？もしもし、対馬ケイ君だよね？俺は八木原。この名前覚えてないかな。そうかそうか、まあ仕方ないさ。君が送った小説の賞があったろ。それの審査員をやってたものだよ。俺は普段は音楽関係の仕事をしていてね、事務所が市内にあるからってことで市の文化人として審査員に呼ばれたんだが、小説なんかまともに読んだことがないから困ったよ。それでも君の文章は俺の心に来るものがあってね、正賞に押させてもらった。結果は副賞になってしまったけれど、でも俺にとっては君が一番だったんだ。それでちょっと個人的に君に原稿を依頼できないかと思ってね。今度のゴールデンウィークにうちのバンドがちょっと遠征してライブを行うんだ。急な話ですまないが、それに同行してレポートを書いてくれないか。それとも何かもう予定があるかい？大丈夫、そんなのはこっちも承知で頼んでるんだ。いや、むしろそれがいいんだよ。何も知らない若者が初めてこういう世界に触れたその感情とかをね、率直に文章にしてほしい。もともとプロのライターに書いてもらうつもりで考えていたんだけれど、どうもそれじゃ面白くないと思っていてね。そこで審査員として読んだ君の文章を思い出したんだ。ギャランティーはプロの相場と同じだけ渡す。もちろん旅費などの経費はこちらで負担する。受け取った文章はプロモーションに使わせてもらう。といっても君はそんなことを気にすることはない。無理に褒めたりする必要はなくて、
純粋に感じたことをそのまま文章にぶつけてくれればそれでいいんだ。初めて何かに出会った時の気持ちというものは一度しかない特別なものだから、それが欲しい。どうだろう、なかなか貴重な体験だと思うぜ。君に同行してもらうつもりのバンドもね、なかなか面白い連中なんだ。才能もある。君みたいに才能がある若者が彼らと会えば、きっと触発されるものがあるはずだ。対馬君、人生は感動だよ。心を揺り動かす衝撃が人生を変える。君も人生を変えてみたいと思わないか。はじめまして。俺がスターレコード社長の八木原だ。こんな時間にすまないね。せっかくここに来てもらったんだけれど、移動しようか。今日は週末ってことで、近くで知り合いのライブイベントがあってね。ライブにはもう間に合わないけど、打ち上げには参加できる。取材ってわけじゃないが、ちょっと君にも見てもらおうかと思ってね。そう、ライブに出演した連中が参加するんだ。普通に生活しているとミュージシャンなんかステージの上とか人前に出ている姿ばかり見ているだろうから、他の面も見てもらおうと思ってさ。何も心配する必要はないよ。あ、もちろんアルコールは頼んだらダメだからな。連れて行った俺の責任が問われてしまう。サンデーガールっていうバンド知ってるか。何年か前には紅白にも出たし、いくつか曲もヒットさせてたと思うんだが。好きだったかい。そうか。
世間はそう思ったりするんだよな。テレビに出てたやつが出なくなると大体辞めたとか言われる。下手すると死んだと勘違いされたりもする。でも活動は普通に続けてるんだぜ。新曲も書いてるし、ライブをやれば相変わらず客だって呼べる。こういうのがミュージシャンの難しいところだな。自分たちでレーベルを立ち上げたんだよ。って言っても分かりにくいかな。メジャーレーベルとインディーズレーベルの違いとか、そもそもレーベルって何か知ってるか？ま、そうだろうな。いやいや、インディーズに所属していたって音楽で飯が食えていればプロだよ。レコード協会に入っている大きなところがメジャーで、そうでない小さなところがインディーズってだけのことさ。そりゃ大手事務所に所属してメジャーレーベルと契約すれば大規模なプロモーションを打てるから、デビューしたばっかりなのにメディアに出られてすぐ商売になるんだろう。でもインディーズで活動していたって客を呼べてそれで食えればプロだ。それにインディーズに所属したままだって、実力と運が良ければメジャーと同じくらい売れることだってできる。例えば、彼らもインディーズだよ。そして我がスターレコードも世間でいうインディーズレーベルだ。メジャーみたいに大規模に売ってやることはできないが、メジャーより自由にやれるし、マージンも安い。それに多少はプロモーション活動を手伝ってやれる。君に今回依頼する原稿もこのプロモーションの業務で使わせてもらう。おいおい、過去形にするなって。一応まだ解散はしてないんだぜ。うちの会社のオフィシャルサイトを見ればちゃんと所属アーティストのところに記載されてる。まあ仕方ないさ。とにかくね、音楽業界ってのはテレビによく出て誰でも知ってるアーティストの世界だけが全てじゃない。我々みたいなつつましく活動している、食えてるんだか食えてないんだかわからないような連中が作り出す世界もあるのさ。これから我々が向かっている打ち上げにはそういう連中が集まっている。今度君にバンドの密着取材をしてもらうけど、そのバンド以外の連中も見ておいてほしいんだ。まあそう堅苦しくならないでもいいさ。ちなみにこの打ち上げは今言ったサンデーガールのイベントの打ち上げなんだ。彼らは俺の友人でね、着いたら君もリーダーに紹介してやろう。君が好みの声じゃないと言ったボーカルその人ですまないけど。オス、お疲れ様。ヤギさん、こっちこっち。よう、津島くん、おいで。彼がサンデーガールのリーダーであるリョウだ。彼は津島くん、この間話していた企画を引き受けてもらったんだ。どうも。
ずいぶん美形だな。記事なんか書かせるよりステージに上げてデビューさせた方がいいんじゃないの？あれ、もしかしてヤギさん、そういうストーリーを狙ってる？何言ってるんだ。純粋に文章に惚れ込んだんだよ。それより今日は勝手に連れてきちゃったけど大丈夫かい？もちろん。というかノーなんか言わせる気ないでしょ。よく見ていきなよ。おい、そこをちょっと詰めて。これ君が頼んだんだろう。びっくりしたかい？あの人はね、いつもこうなんだ。外で出待ちしているファンの女の子に適当に声をかけてね。奥さんもいるのによくやるよ。つまらないかい？いいんだよ。俺もこういう席は苦手だ。いや、想像していたんだ。ブラジルで生まれた鳥の一生だ。暗い工場で卵として生まれ、マスクをした男たちに選別され、それからは狭いケージの中で流れてくる餌をついばむだけの生活。希望もなく、愛されることもなく、祈りも通じず、心は死に絶える。そしてある程度体が大きくなると無慈悲に殺され、毛をむしられ、地球の裏側まで運ばれる。ほら、君が食べていた鳥だ。
静かに佇む絶望の肉だ。部屋の向こうではかつて売れっ子で今は落ち目のミュージシャンが気持ちを紛らわすように女と絡んで笑い、こっちには絶望のうちに死んだ鳥の唐揚げがある。これっていい取り合わせだと思わないか。大丈夫？着替えを持って行った方がいいんじゃない？でも T シャツとパンツ1枚ずつしかないじゃない。もうちょっと予備があった方がいいんじゃ。そう？そんな機械ばっかり入れて。面白そうね。いいじゃない。よかったら K の書いた文章後で見せてね。ああ、そういえばコーヒー豆を昨日いただいたんだけれど飲む？おはよう。時間ぴったりだね。そうだね。大輔、ちょっといいか。彼自転車で来たんだけれど、君のアパートの駐輪場に置かせてもらってもいいかい？おう、いいっすよ。彼が君が同行するバンド花鳥風月でギターをやってる鳥居大輔。こちらが君らのレポートを書く津島君だ。どうもよろしく。思ったよりも若いね。いくつ？じゃあ学生さんかな。
ちょっとみんな手を止めて集まってくれ。紹介したい人がいるんだ。彼はドラム担当の木戸。うっす。彼女はベース担当のめぐる。あ、どうも。彼はキーボード担当のまさと。やあ。一人足りないな。おい、花井。あいつ運転席で寝てましたよ。まったくしょうがねえな。そう大きな声を出さないでくださいよ。君はどうだ、驚いたろ。この間酒の席で偶然顔を合わせた同士が実は今回の旅の道連れだったとは。何か特別なことが始まる予感がしないか。あの日急に思いついたことだったからちょっとうまく通じなかったかもしれんな。こちらがリーダーの花井コレキオで、こっちがライターの対馬圭君だ。ほら挨拶をしたまえ。どうも、花井です。今日は昼から機材の搬入やらリハーサルやらがあるからね。午前中にはついで昼飯を食わなきゃ。予算があれば前乗りをしたいんだけど、そうもいかないからね。そうだね、慣れたとはいえ無茶なスケジュールを組むと着く前にヘロヘロになっちゃうよ。それなりにね。だって近くで何回もやったってお客さんも飽きて来なくなっちゃうからね。遠くの人なら新鮮でしょ。やっぱり商売は手広くやらないと。そのためにこうやってハンドルを握って車を走らせてるわけ。そうでしょ。我々みたいな売れないバンドはね、とにかくどこにでも行って稼がないと、とても音楽活動なんてやってられんのですわ。今日バンドなんか流行ってない上に、音楽自体どこでもタダでダウンロードできる世の中で大変なんですわ。君も大変だね。ヤギさんからこんな仕事を頼まれて。いくらもらってるか知らないけど、よほどの額じゃないと割に合わないよ。2日間も引っ張り回されてさ。確かにそうだな。あ、でももしかしたらさ、これペニーレインじゃないか。いや、話しててふと思い出したんだけどさ、あの頃ペニーレインとっていう映画があって、15だか16だかの子供が有名な音楽雑誌の記者に採用されてロックバンドのツアーに同行する映画があるんだよ。知ってる？撮った監督自身の実体験を元にした映画。そうがっかりすることはないよ。ヤギさんが君の能力を認めてるのは確かなんだから。そうだとも、賞を取ったんだって。ヤギさんは絶賛してたよ。ロックの精神にあふれた作品だったって。才能のある天才少年だとも言ってたな。まあ何でも聞きなよ。T
天才少年にバンドの宣伝をしてもらえるなんて光栄だからね。知らないって何も？そうか、まあそうだよな。一応メジャーで活動してたりもするんだけどね、普通は知らないよな。そうしたらなかなか評判がよくってね、上京して3年目にメジャーデビューすることになった。当時俺と花井はまだ18とか19だったんじゃないかな。運が良かったんだよ。でも順調だったのはそこまでだ。いろいろやったけどなかなかパッとしなくてね、嫌になって抜けていくやつもいたりして、メンバーを変えながらなんとか活動を続けていたんだけど、結局5年くらいで当時の事務所とレコード会社を抜けてフリーになったのさ。そして去年からは八木さんのところでお世話になってる。いや、面識はなかったよ。でもさすがに名前は知ってた。だってあのスタージェネレーションの八木原を知らないなんてわけないじゃないか。どこにも所属しないでフラフラしてる時に八木さんの方から連絡があったんだよ。うちで出さないかって。それ以来世話になってる。いや、あんな売れた人たちとは違うよ。そりゃメジャーからインディーズに舞い戻ったってところだけは似てるけどさ、彼らはこんな自分で運転したりしないだろうし、マネージャーだってちゃんと専門の人がついてて面倒なことはやってくれるだろうし、他のことができればそのことをやった方がもっと楽に暮らせるんだろうけどね。俺なんかはもうこれしかないからな。だって社会に出てからずっとバイトとバンドしかやってないんだぜ。まあ完全に用済みになれば足を洗えるんだろうけど、ありがたいんだか憎らしいんだか、こうしてイベントの声もかかるからやめられない。もともと音楽は好きだからね。八木さんのところはそういうバンドが結構多いかな。メジャーで通用しなかったバンドとか、客はそこそこ呼べるけどメジャーになりそうでなれない感じのバンドとか、貧乏だからってやめたくてもやめられない、音楽に呪われて煉獄で生殺しみたいになってる連中が集まってるのさ。いやー、そんなものはないよ。いろんな人を見てきたからね、そんな簡単に才能とか言えない。八木さんはよく使う言葉だけどさ、まあでもここまでやってこれただけでも立派なもんだと思ってるよ。北海道で中学生4人が教室の片隅で作ったバンドがプロになって活動してるんだから感慨深い。え、どうして？ああ、なるほどね。半分合ってるよ。俺と花井で相談してバンド名決めたから、花と鳥はそこから取ってるんだ。でも風と月はそれに合わせて決めただけ。ない。それは気がつかなかったな。でももしかしたらそうかもしれない。悪いことしたな。君は賢いね。ああ、才能とか簡単には言えないって言ったけど、花井は才能あると思うな。あいつとはガキの頃からの知り合いだからって身びいきで言ってるわけじゃないぜ。10代の頃から業界でも評判は良かったんだ。だからまあ曲がりなりにもメジャーで仕事ができたんだよ。結局花鳥風月ってのは花井これ清なんだよ。メンバーはいろいろ変わってもあいつさえいれば大事なところは変わらない。696マガジンプレゼンツ696サウンドソニック。
提供は創刊号で廃刊号のフリーペーパー696マガジンの提供でお届けします。こんにちは、ナビゲーターの富田明宏です。今日もロックな一日をくれたいあなたにお届けするロックなサウンドをお届けします。今回お聴きいただくのはこのバンド、ちょっと前までね僕も知らなかったんですが、なんでもフォーリストとして海外で活躍していた菅沼翔一さんが帰国してからロックバンドで活動したそうで、クラシック界で大変話題になってたようです。菅沼さんはもともとこのバンドのメンバーだったらしいんですよ。そして加入後、バイオリンとロックの融合で最近のライブハウスシーンで大暴れしまくってるそうです。日本最大級のフェスにも出演が決まったそうで、今後の活躍に期待したいですよね。それでは聞いてください。そんなこと言ってたの？ホームスイートホーム。そうか、嫌なこと言うな。プロって言ってもね、ろくなもんじゃないよ。ステージでライトを浴びているとすごいように見えるけど、稼ぎなんてカツカツで、普通に働いてる同級生たちよりずっと貧乏だし、この先だってやってれば給料が増えると決まってるわけでもない。好きなことね。それは幸福だと。俺はね、世の中には本当はすごい音楽なんかないのかなって思い始めているんだ。最近のことなんだけれどね、何を聞いても楽しくないし、心に響かない。この間ね、いろんな音楽を聴きすぎて疲れてるのかなって思って、それでちょうど昔好きだったアーティストが来日したからライブに行ってみたんだよ。年を取ったけれど昔よりもパワフルで、何も悪いところなんか見つからない。むしろ良くなってると思う。でも俺は何も感じなかったんだ。昔は心が震えて涙が出たりもしたのに、今は何も。それでふと思ったのさ、昔の自分はただ騙されていただけなのかもしれない。ステージの演出とか、有名なアーティストが目の前で歌ってるとか、みんなが褒めてるとか、曲がヒットしてるとか、そういういろんな情報のせいで、なんとなくいい曲のような気がして涙を流していただけで、音楽の力で泣いていたわけじゃないのかもしれないって。よく映画とかフィクションでは無名の天才ミュージシャンが演奏して通行人が涙を流すなんて演出があるけど、そんな光景を現実に見たことがあるかい？誰が褒めているのか、誰が演奏しているか、どれだけ売れてるか、そんなことを何も知らないでただ曲を聴いて、それだけで涙を流すことなんかあると思うかい？今なんかただの仕事だよ、仕事。でも泣いてる。あれは結局状況に酔ってるだけなんじゃないか。実際俺たちのライブなんかクソだよ。曲も演奏も何の価値もない。ちっとも面白くない。あれで喜んでる人がいるなんて信じられない。君はどう思う？音楽は価値があるものかい？そうか、まあ悪くはない。でも言うほどのものじゃない。つまるところ、音楽なんてただの空気の振動なんだ。ライブハウスみたいな真っ暗なところでみんなで体を揺すって、バカみたいな大きな音でそれらしく流していれば、その振動が心臓に伝わって、なんだか感動したような勘違いをするんだ。広告を打ってストーリーをくっつけて、ファッションみたいに流行らせて、すごいものみたいに言ってるのは全部デタラメだよ。どの曲も歌も大した差なんかない。全部プロが作ってるんだからさ。どの曲を聴いたって
ちょっと気持ちよくなるだけだ。そしてロックなんか存在しない。そうじゃない何かが見えている人もいるのかもしれない。でも俺にはわからないな。自分の曲と他人の曲に違いなんかわからない。なのに俺のライブにわざわざ来る人がいる。とても信じられない。金を払ってる奴を見るとかわいそうな詐欺の被害者だって感じる。心が痛む。でもやるしかないんだ。プロだからね。ねえ対馬君、原稿にはっきり書いてくれよ。花井小力雄の作った曲はどれ一つとっても小指の先についた鼻くそほどの価値もないゴミだけだってね。だから喜んで聴いている連中は早く目を覚ませって。俺の口からは言えないんだ。私は平気だよ。あ、この子が手伝ってくれるって言ってるけど。ああ、本当？助かるよ。じゃあ、そこのやつ一つ持ってくれる？スネアだ。ぶつけないよう気をつけてくれよ。すまないね。店のドラムセットを借りればこんな面倒な作業いらないんだが、俺はどうも苦手でね。お、手伝ってくれてるのか。感心感心。じゃあ君にもこれ。よし、じゃあ一旦ここに荷物を集めるか。少し曇って雨が降りそうだしな。それは物販用のグッズだよ。 CD とか T シャツとかが入ってるんだ。これがバンドの大事な収入源になるんだよ。じゃあ店内に運び込もう。ありがとう。あとは取材をしてていいよ。残りは俺がやるから。すぐリハが始まるからそれを見るといい。今日は逆リハでうちらが鳥だからね。待ち時間がないと助かる。ん？逆リハは逆リハだよ。逆リハっていうのはね、
出演の順番とは逆にリハーサルをやることなので、今日はうちらは特別ゲストってことで、出番が最後だから最初にリハーサルやるのよね。それはね、ほら、出番と逆にリハーサルをやると最後にステージに上がるのは本番で最初に出るバンドになるでしょ。この状態でリハーサルが終わったら、そのセッティングのまますぐ本番を始められるじゃない。全然って全然？本当に全然こういう世界のこと知らないの？へえ、それなのに記事を書くんだ。大変だね。かわいそうに。ああ、いいのよ別に。私そういうのどうでもいいから。じゃあサウンドチェックします。ドラムさんお願いします。もう少しドラムの返しください。はーい。オープンまでまだ時間があるから好きなことをしていていいよ。俺は今回知り合いが結構出るから、ここでそいつらと話したりしてるけど、みんな勝手なことしてるよ。君も好きなことしてなよ。外出しててもいいし。じゃあまたね。あなた、どこのバンドの人ですか？そうなんですか。見たことがないイケメンがいるから誰かなってさっきから気になってて。ああ、私プテラノドンのレイです。花鳥風月さんにはいつもお世話になってます。よく対バンさせてもらってて。あ、うちもここが地元じゃなくて普段は松戸でやってるんですよ。今日はゲストで呼んでいただいちゃって。取材ってどういうメディアなんですか？ヤギハラさんって、あのヤギハラさんにスカウトされたんですか？私今業界で本当の音楽レーベルってスターレコードだけだと思ってるんですよ。すごいバンドしか所属してないし、そこに依頼されるなんて。花鳥風月のオフィシャルなライブレポート書くんですよね。すごいな、うちらと同じ学生なのに。うちは全員同じ大学なんですよ。よければ記事でうちらのことも何か書いてくださいね。そうですか、そうですよね。どうぞどうぞ。
難しい質問ですね。ある意味伝説のバンドですよね。一般的にはマイナーだけど、業界の人は結構知ってるし、エピソードもたくさんあるし、ほら日本ラジオのあの収録事件とか、やっぱり憧れちゃいますよね。私10代の時とかファーストアルバムをめっちゃヘビーローテしてましたからね。世間ではグラグラが評価高いみたいですけど、私はババロアが好きかな。よくマニアックとか異端みたいな言われ方をするけれど、私はすっごい王道のロックだと思うんですよね。正統派というか、本当にすごいと思ってますよ。天才です。こんなすごいのに売れていないなんて世の中の方がおかしいです。私はこの腐った世の中に脳を突きつけたいですね。好きすぎて初めて対バンした時はとても信じられなくて。ああ、ちょっとうちらリハみたいなんで行ってきます。最初からこんなに入るなんてすごいね。店が気合い入れてやってるイベントだから嬉しいんじゃないかな。でも彼らもいつか無駄な時間を過ごしたって後悔する時が来るんだろうね。そうだよ、だいたい主催したところから人を出すことになってる。ライブイベントっていうのは手作りだからね。チケットだって自分たちで売るんだよ。イベントに参加するとなったら、ライブハウスから規定の枚数チケットを買わされて、それを自分たちで売らないといけない。売れなかったらバンドの負担になっちゃうんだ。駆け出しのバンドにとってはこのノルマがきつくてね。さすがにそれよりは健全だと思うよ。でもよくそんなこと知ってるね。見かけに言わずそっち系なのかい？うちらは今は出演料をもらってやる感じだから、あんまり自分で売ったりしないね。でも昔はやってたよ。結構大変だったな。知り合いに売れるのは最初だけで、あとは路上ライブして興味を持ってくれた人に買ってもらったり、ネットで宣伝したり、いろいろやったよ。頑張ろうが何をしようが、クソなもんはクソなんだよ。残念なことにね。せっかくだし、他のバンド外で飯食ってるよ。まだだいぶ時間あるからね。君も腹減ってる？じゃあ行こっか。
初めてのライブハウスはどんな印象だい？出てくるけど、君はどうする？行きます。君、大丈夫？騙された気分はどうだい？こんなのまやかしだよ。君はまんまと引っかかっただけさ。ライブなんていうのは所詮。
なるほど、ヤギさんが君をスカウトした理由が分かったよ。ということなんですよ。まあ、人のことで悩んでいても仕方ないのは分かってるんですけど、どうしても気になっちゃって。先輩はよく褒めてくれますけど、いつも居心地が悪いです。先輩の方がずっとすごいのに。そんなこと言ってくれるの先輩だけです。でもくるみちゃん、また学校に来てくれないかな。私すごい寂しいです。そうですね、きっと私心配しすぎなんです。そういえば先輩、お仕事はどうだったんですか？ロックバンドの取材をするっていう。すごいなぁ、何でもできちゃうんですね。もしその仕事がうまくいったらどうするんですか？小説とか文章を書く。先輩が世界を征服したらどんな世界にするんですか？そしたら私も牢屋入りですね。でも先輩も食べ物の好き嫌いとかあったんですね。そういうの全然ないイメージでした。あれ、どうしたんですか？なんだか顔が赤い。そう考えてみると難しいですね。というか、本当に何でも夢が叶うなら仕事なんかしないで南の島でぼーっと暮らしたいです。そんな哀れむような視線を向けないでください。私これでも結構毎日楽しいんですから。あさってライブするって書いてありますね。行きます。絶対時間空けますから一緒に行きましょう。でも初めてなんでいろいろ教えてください。
丈夫です、たくさんありますから。いやー、ありがとうございます。2枚で足りますか？もっとありますけど。いい曲でしたよ。本当？めっちゃ嬉しい。そういうこと言ってもらえると頑張ろうって気になれるんです。本当ですよ。どうも、早速原稿送ってくれてありがとうね。それでどうしても早く伝えたい要件があって電話をしたんだけど、花鳥風月がね、解散するんだそうだ。今回のイベントを最後にするらしい。急なことなんだけど、今日決まってね、俺も驚いている。大輔、鳥居くんがバンドを抜けるって言ってね、それなら解散すると花井くんが言い出したそうだ。俺も話を聞いて二人にいろいろと提案をしたんだけれど、意志は固い。そういうわけで、せっかくの原稿だけど発表の当てがなくなってしまってね、作業をしていたらまずいと思って手を止めてもらおうと連絡をしたんだ。全く申し訳ない。もちろん原稿料は当初の予定通り支払うけど、やっぱり発表ができないとなると作る側としては。そうなったらまた君に作業を再開してもらうよ。でもまあないだろうな。花井コレキオって男は頑固だからね。一度自分で言い出したことはまず曲げない。音楽活動をやめるとまで言ってる。俺も残念だよ。街にもこういう場所があったんですね。別世界みたいです。でもお客さんって結構普通の人ばっかりなんですね。派手な色の髪の毛をして、トゲトゲのついた革の服を素肌に着て、ジャラジャラとシルバーのアクセサリーをつけて、こんなところで立ち上がって。あ、お前ら、なんでお前らがこんなところにいるんだよ。なんでって、別に、ただライブを見に来ただけで。ロック舐めてるのか。お前らみたいな能天気な奴らがこのボノとデートする場所じゃねえぞ。出演しない。ジロジロ見るな。とにかく半端な気持ちなら帰れ。俺はな、
ロックにはいつも真剣に向き合っているんだよ。お前らみたいな素人とは違ってな、これは俺のロックの清掃なんだ。ロックを聴くときはそれにふさわしい服装が必要なんだよ。へえ、そういう文化があるんですね。俺は特定のバンドを見に来たわけじゃない。そもそも楽しみに来たわけでもない。これは偵察さ。さあ、ライバルたちがどんなステージを作り上げているのか、厄介な新人はいないか、いつもチェックしているんだ。詳しいぞ。この辺りのバンドなら有名から無名まで俺の知らないバンドはないと言っていいくらいだ。こんばんは、レッドクライシスです。あいつらレッドクライシスって名前のバンドだな。へえ、詳しいんですね。でも本当に詳しいんだってば。じゃあ今日の出演バンドのうちどれに注目すればいいか教えてやる。まず一つ目は空だ。あ、私たちにチケットを売ってくれた人たちですね。今年結成したばかりのバンドだが、個々のメンバーのキャリアは長い。そして今日の最大の目玉はなんといってもアジア帝国だな。世間では面白動画投稿者として知名度を上げつつあるが、本職の音楽活動の方も一級品だ。この2つに注目すればいい。あとはゴミだ。甘い。ここは遊び場じゃねえんだ。そんな甘っちょろい理屈は通用しねえんだよ。ステージの上は食うか食われるかの真剣勝負だ。どんなに頑張ったって客を呼べないバンドはやがて消えていく。どんなに理屈を並べたって理想を語ったって金にならない活動しかできないバンドはゴミだ。今いる客は20人ってところが、次のバンドの客もいるだろうから、レッドクライシスを聞きに来た客はそれより少ないだろう。わかります。じゃあ教えてやるぜ。あんなねっとりと歌いやがってな、本人たちは表現者のつもりでステージに立ってるんだろうが、あれはただのお客さんなのさ。ライブハウスにお金を払って夢を見させてもらってるだけなんだから、客としか言いようがないだろう。バンドがどうやったら収益を上げられるかを考えず、工夫もせず、ただせっせと独りよがりな曲を書いてライブをやるだけ。いつか自分たちの演奏する素晴らしい曲が真実を理解する大物プロデューサーが何かに届くと信じながら、交通整理だとかテレアポだとかのバイトで貯めたなけなしの金をライブハウスに貢ぎ続けて、こんなやり方でうまくいくのは。でもやっぱりそんなに人を悪く言うのは、だって活動すること自体が楽しくてやってるのかもしれない。俺は違う。やるべきことは全部やる。評判のいいバンドを分析し、売れるべくして売れるんだ。でもなんかかわいそう。つまりバンドは遊びじゃねえんだ。そしてこのライブハウスには甘い夢とシビアな現実が入り混じってる。その光と闇のどぎつさも含めてロックだ。そうですね、さっきまで帰れって言ってたのに。ほらこっち来いよ。この箱で一番いい場所を教えてやるから。このバンドは本拠地が都内なんだけど、ここにもよく来てる。ベースがこっちのバンドと掛け持ちしてるからね。あのボーカルの女はやたらと男癖が悪くてね。
しょっちゅうあちこちの男と寝てはトラブルになってる。今のバンドもベースとドラム両方と寝てごちゃごちゃなんだぜ。ほら音もひどいだろう。もうすぐ解散するだろうな。アジア帝国はルックスがむさ苦しいデブばっかりだけど、やっぱりこの辺りじゃ今一番のバンドだな。わあ、すごい音でしたね。なんだかまだ耳鳴りがします。でも楽しかったです。じゃあな、よかったらまたライブ見に来いよ。ありがとうございます。本当に今日は楽しかったです。よせよ、楽しかったのは俺の力じゃない、ロックの力なんだぜ。俺は今はフリーなんだ。あ、私も聞いてみたいです、金田。対馬くん。ああ、そうか。君にはすまないことをしたな。せっかく取材してくれたのに。え？この人、花井って。対馬、お前。あの時は俺もこうなると思ってなかったからね。お前さ、わかった。ちょっと時間があるかい？じゃあちょっと飲み物を買わせてくれ。喉が渇いたんだ。すみません。ありがとうございます。きっかけはね、鳥居が抜けたいって言い出したことなんだ。あいつはバンドの活動だけじゃなくて、時々アイドルだとかのツアーについて行って、後ろでギターを演奏していてね、そっちの方の仕事が忙しくなってきたから優先したいって言うんだよ。引き止めはしなかったよ。え、解散したの？解散すると言ったら鳥居もそう言ったよ。俺がリーダーというのは名ばかりで、バンドの面倒なことは全部あいつがやってたからね。特に事務所を辞めてマネージャーがいなくなってからは、何もかもあいつ頼みだった。あいつがいなければそこまでなんだよ。前から考えていたんだよ。いつか鳥居が抜けると言い出すのは分かってたし、そうなったら俺も辞めようって。花鳥風月はあいつと作ったバンドだから。いや、もう辞めるよ。ステージに上がって演奏したり歌ったりするのはもういいよ。もともと俺は音楽は好きだったけれど、人前に出るのは嫌いだったから、
これでいいんだ。じゃあこんなもんかな。わかった。花鳥風月の花井コレキオじゃねえか。どうしてお前が知り合いなんだよ。もしかして仕事で同行した人っていうのが。どういうことなんだよ。ああ、だから今日もここに来たんですね。先輩がロックなんて意外だから不思議に思ってたんです。だからどういうことなんだって。そうだよ、花井コレキオは天才だよ。だそうですか。でも私なんだか怖かったです、あの人。そういうんじゃなくて。だからどういうことなんだってばさ。先輩もあの人に対する態度が他の人に対するのとちょっと違ったし。先輩がそこまで言うならきっとものすごく素敵な人なんでしょうね。だって課外授業がないみたいだからちょっとカラオケ行こうと思うんだけど、珍しくリュウちゃんも来るって。対馬も来なよ。なんで？ヤコも来るよ。うーわー、真面目だね。早死にするよ。でも用事って何？何？今の答えるまでの間は。泣きませんってば。いや、なんかカラオケとかどうとか言っていたけれど、お前行かないのか？そうか、なんか
いつもお前話しかけにくいんだよ。仲間たちに囲まれてるからさ。そういうわけにはいかねえよ。なあ、結局花鳥風月は解散しちゃったけれど、お前は何か知ってるが、花井さんの友達なんだろ。そうか、がっかりだな。これから夏が始まって、あちこちでいろんなフェスがやるのに、この地元の誇りである花鳥風月が出られないなんて悲しいよ。結成は北海道かもしれねえが、この町のライブハウスで活動し始めてからビッグになったんだ。だからもう名誉市民と言っても過言じゃない。でも、なんで辞めちまったんだ。それはメンバーが抜けたり、いろいろ理由があるのかもしれないけど。え？それはちょっと。それは、俺はこっちに用があるんだった。またな、花井さんに。手が払ってないんだ。鍵は開いてるから入って。奥においで。今いいところなんだ。ちょっと待っててね。やあ、待たせたね。まあね、最近毎日朝から晩まで遊んでるよ。忙しくて今までなかなかできなかったからね。買うだけ買ってそのままだったんだ。まあいつまでも遊んではいられないからね。そろそろバイトでも始めないと。まあね、やるかい？いや、もういいんだよ。ずっと音楽しかしてなかったからね。まるきり別のことがしたいんだ。そういうわけじゃない。音楽は好きだよ、多分。でももうそれを発表したり人に聞かせる意味が感じられなくなったんだ。ま、死んじゃった。ねえ君、
音楽の神って存在すると思うかい？この時代にそんなロマンティックなもの、馬鹿げた話だと思うだろう。だけど意外にみんなそれを信じてるらしいんだよ。ああ、また死んだ。難しいなこれ。いいものがあるんだ。君にちょっと聞いてもらおう。これは特別な演奏で、他人にはめったに聞かせないんだが。俺の知人にピアニストがいたんだけれど、彼女は生まれつき病気にかかっていてね、筋肉が衰えてだんだん体が動かなくなっていくんだ。そして最後には心臓が止まって死んでしまう。俺が知り合ったうちじゃ一番才能があるとんでもないやつだったんだが、世に出る前に死んでしまった。これはそいつが最後に演奏した曲の録音だ。葬式の時に親から手渡されたんだ。どうしても俺に聞いてほしいと言って、親に体を支えてもらいながら弾いたんだそうだ。ああ、俺がどうしてバンドを続けられなくなったか、その理由を説明したいからね。一番最初に覚えた曲だそうだ。どうだった？彼女は才能があったと思うかい？そうか。今の曲を演奏した人間だよ。違う、演奏時の写真だ。種明かしをするとね、さっきの説明はデタラメなんだ。あの曲は俺のいとこが送ってくれたものでね、ピアノを習わせていた娘が初めて曲を披露したものなんだそうだよ。そんな人間は存在しない。引っ掛け問題みたいですまなかったね。恥ずかしがる必要はないよ。誰だってこんな風に聞かせたらそんな風に感じる。いつだったか音楽雑誌の編集者に聞かせても君みたいに絶賛してたよ。しまいには特集記事を組みたいとまで言い出した。花井惟清が認めた創世の天才ピアニストというタイトルでね。そう、あの時君は納得がいかない様子だったけれど、君もまんまとペテンに引っかかったわけだ。何か伝わってきたんだろう？心が打たれたって。もう一度聞いて確かめるかい？本当にさっきと同じように感じるか確認しようか。でも、もしかしたら俺がまた嘘をついてるかもしれないぞ。君を動揺させるために関係ない女の子の写真を見せたのかもしれない。いや、ごめん、幼女が引いたので間違いない。
でももしかしたら君の感動は間違ってないのかもしれないぜ。確かにこれは小さな子の初めての演奏だけど、実はこの子にはものすごい才能があって、そのズバ抜けた表現力が下手くそな演奏の中から飛び出してきて君を感動させたのかもしれない。君はこの子に才能がないって断言できるかい？そりゃ確率からすれば普通の子って言っておけば間違いはないだろうけど、可能性を否定することはできない。人の感じ方なんか簡単に左右されるし、そしてその演奏がいいか悪いかなんてどうやったって分かりようがない。これが現実だ。映画やドラマでは主人公が路上で演奏して通りすがりの人が皆感動したりひどいと泣いたりする描写があったりするけれど、実際は音だけで全ての人間を魅了するような音楽は存在しない。歴史に残るような作曲家が作ってエリート教育を受けた音楽家が演奏する名曲も、音楽室で流されれば小学生の子守歌にしかならない。一方、自分の子供が自分のために拙い手つきで必死に演奏してくれたら、大抵の親は感動するだろう。選び抜かれたオーケストラより子供の方が価値のある演奏をしているのだと思うかい？まあね。別にそういう感じ方を否定するつもりはないんだよ。そういうのも含めて音楽だしね。時間に間に合わせるためにでっち上げた曲が評価されて、自分の魂を削って作った曲が酷評されたりするのもどうでもいいさ。批評家だとかはまだしも、熱烈に俺の曲が好きだとか言う人がそんなことを言ってると多少はげっそりするがね。まあそれだって俺の知ったことじゃない。俺はただ自分の好きな曲を作っていればいいとずっとそう思ってやってた。でも最近それに何の意味があるのかなって思い始めてたところなんだよ。聞く人間の感じ方なんか無視してやるのなら、最初から他人に見せないで自分の頭の中で作って、頭の中で流れる曲を自分で聴いてればいいんだって。それにね、もし音楽活動を続けていつか奇跡的に自分にとって理想の曲ができたとしてさ、それが俺にとっては理想的で本当にすごい曲なんだけど、でもそれは誰にも評価されないんだろうなって。何？いいよ、言ってみな。その通りだな。それはできないな。ああ、死んだ。君の番だ。君はこじらせてるな。それにゲームが下手だな。どれだけ下手なんだ。俺も下手だけど君には負けた。こんな下手な人間を見たことがない。飯食いに行く。おごるよ。
そうか。また遊びに来いよ。君は頑固だな。K 君、ついに俺は就職というものを果たしたよ。駅前のパン屋だよ。知ってるかい？ほら、交番の通りにあるホームセンターの隣の手作りパンをいつも並べているち。大丈夫だよ。ちゃんと指導を受けてやるんだから。昨日初出勤を済ませてきたんだが、やっぱりいいものだね。確かな価値のあるものを作るというのは、暗闇の中で照明を浴びて舞台暮らすようなヤクザな仕事と違って、朝早く起き体を動かして人間の生活に役立ってる。音楽なんか聴かなくたって健康に暮らしていけるが、何も食べなければ死ぬからね。ケイ君、俺は将来自分の店を持つよ。その方が音楽家なんかを続けるよりよほど幸福な人生だと思わないか。まあ、何事もすぐにうまくいくってわけじゃないさ。ラブホテルの清掃を3日くらい。上京して売れるまではね、女性が食べさせてくれていたんだよ。ないな。それに世間はもう俺のことなんか忘れたよ。やめたものはあっという間に忘れ去られる。所詮マイナーなバンドだしね。八木原さんと会ったのか？ああ、それか。断ったよ。あ、斧取っちゃった。弱いんだよなこれ。もう関係ないからね。もうごちゃごちゃ話しかけるからゲームオーバーだよ。俺はもう業界から足を洗ったんだ。これからは真っ当な社会の一員として生きるんだよ。そのうちいいところが見つかるさ。どうして俺をそんなパーティーに行かせようとするんだい。わかった。じゃあ K 君も来るなら行こう。花井さん、久しぶりじゃないですか。何してたんですか？